久保さん不思議なことが直近で起きまして、3人連続ですよ。3人連続。はい、こちら、情報商材完全バイブルですね。これを出版してもう5年経ったんですけど、ここ直近で3人の方が、このね、超得点を取る、あの、ゲットするために、あの、お悩みいただきました。まあ、今朝も取ってたんですけど、立て続けに。二度あることは三度ある。 5年前の本ですねいやもうこれね最近思うんですけどまあこの本新品だと6000円とかするんですよ今で中古で今アマゾンで2000円ぐらい出てるかなでもあんま値下がんないんですよねこれありがたいことで今中古でいくらだ 2300円ですね。2300円、2800円、4 1千0円、4190円、4147円、4480円、4 1 6二円。中古で出てて、新品,が <laughs> 新品が5000円、6000円、6000円、6200円、6400円 <laughs>。新品だと6000円、5000円だですね。新品だと。新品 <laughs>。 で、コレクター商品みたいにもされてて、これ6400円ですね。で、僕思ったんですけど、あのー、これね、リストを取れるような仕組みがあるんですよ <laughs>。僕が生きてる限り、まあこれ中、まあ買った人また中古で出すじゃないですか。で、もう3000部しか出してないんだけど、久保さん <laughs>、マジックっすね。3000部しか本出してないけど、 ずっとリストが取れまあこの本が市場に中古で出回る限りずっとリストが取れるっていうねすごいっすねこれ <laughs> 魔法の本になりましたね <laughs> 3000部しかすられてないんだけど中古で出回る限りあのなんだずっとリスト取れるみたいな <laughs> 無限装置無限装置でございますよじゃあなんでこれ売れるのかっていうとまあ僕が情報発信してるからなんですね うん、僕が情報発信多分ねこれ10年後も売れる自信ありますね久保さんこれ3逆に30年後も売れる自信ありますね僕が情報発信してればえこの人が30年前に出した本何それみたいなねどうすか逆に希少価値出ますよね30年前に1冊だけ出した本みたいな今アマゾンで1万円になってますみたいな <laughs> これ多分ね30年後も売れる自信あるな僕があの情報発信してれば だって僕が情報発信してれば、この人の、僕の存在を知って、この人、そんな本出してたんだってなるじゃないですか。うん、だからね、あのー、ラッキーですね。まあ何が言いたいかっていうと、あのー、なんだ、情報っていうのは、うんうん、価値が上がるんですよね。 うん、もちろん下がるものもあるんですよ。で分かりやすく言うならば物販だとあ物販だと例えばなんだろうなうん例えば物販物販で言うならばあじゃあこれにしましょうかこれこれ BOZ の、えー、スピーカーなんですけどこれって、あのー、5年前ぐらいに出たやつなんですよ5年前。 で、新商品出てて、じゃあ、旧商品って値段下がるんですよね。旧商品、あ、でもあれですね。すいません。ブリキのおもちゃとかあるわ。ブリキのおもちゃ <laughs>。ブリキのおもちゃとかもあるんで、一概に言えないですね。うん。だけど、物販よりかは情報の方が在庫リスクがないので、あのー、いいと思いますよ。だって YouTube、いくらやっても在庫リスクあります まあ、い動画いっぱいアップロードしたら月額いくらかかりますって言ったらあれですけど今僕何万本アップしても月額費を一切かかんないんでありがたいですよねまあ、これも僕あの保有してないんでどっかのその,あの本屋さんが勝手に出品してるんで僕在庫これしかないですも,んもう一冊ぐらいあるかうん よかったあこれちょっと買い占めか僕買い占めとけばよかったな最初、まあ、お金なかったからな自分が3000冊買い占めちゃって3000冊買い占めちゃえばあれじゃないですか増反するので <laughs> まあ逆にその発行部数が3000部しかなかったから希少価値が上がってるっていうのもあるんですよねだから大量に売られてる本って大量に売られてるんでどんどん価値下がるんですよだって市場にかあの大量に売られてるから だから100万部売れてる本とか、あの、もう、ものがありすぎて、なんだろうな、あの、なんだ、あの、そこら辺に売ってんすよ。うん、だからすげえ安いんですよね。だからまあ、久保さんと僕っていうのも、実は再生数が少ないイコール、逆に言うと、あの、希少価値が高いっていうね。<laughs> ね、久保さん <laughs>。この再生数少ない、 戦略っていうのは実は希少価値が高いっていうね <laughs> そういうのもあります、うん、あだからまあとりあえず、あのー、やらないと価値は生まれないのでやれってことですね言ってらっしゃる